こんにちは、スパオです。今回は8月の成城石井の新商品を中心に一挙12品ご紹介します。事前情報ではそこまで注目商品なかったんですが、実際食べてみたらこれはって思わせるものがいくつもあったので、どうぞお楽しみに。では参りましょう。どうぞ。まず初めにご紹介するのが成城石井自家製のチャイゼリーもちもち黒糖ゼリーのせ成城石井セイロンディンブラ仕様です。早速これはと思った商品の一つなんですが、密かにファンの多い成城石井自家製のもちもち黒糖ゼリーのカップスイーツ、長きにわたって自家製のわらび餅とセットになった和スイーツが人気だったんですが、このもちもち黒糖に新商品が出たんです。上にもちもち黒糖ゼリーが乗っていて、下にチャイゼリーがあるんですが、ゼリーというよりミルクプリンのように黒糖トロンとした食感があります。原材料にシナモン、ナツメグ、クローブと単体で名前があるように、そのチャイゼリーの中からスパイス感結構感じます。特にクローブがよく目立ってくれていますね。そして後味に力強い紅茶の風味がふわっと香ってくれます。チャイゼリーに黒糖といったいわば未知の出会いなんですが、これがまた合うんです。逆に今までなんでやらなかったんだろうって思わせてくれるほどに相性抜群。黒糖の和の甘みとミルクチャイのようでありながらもエスニック感も感じるような奥の深いカップスイーツです。これ何気に299円なのはマジで買いだと思います。ぜひ一度試してみてほしいですね。続いてが成城石井自家製のシンガポール風チキンビリヤニ。ビリヤニはインド周辺で親しまれているスパイスを使った炊き込みご飯。何をもってシンガポール風かは定かではないんですが、シンガポールにはインド出身の方も多くいるようで、シンガポールでもポピュラーな料理とは言えると思います。長粒種のお米にはジャスミンライスを使っています。ソースの影響もあって極端にパラッとしている感じではないんですが、ジャポニカ米にはない粘り気控えめな食感を味わえます。味のベースは全体的にスパイスが効いていて、食べ進めるほどに口の中が徐々にホットに。日本のカレーで言えば中辛程度の辛さです。真ん中のあたりにカレーソースがかかっていて、スパイシーなライスの部分とまろやかなコクと甘みを感じるようなソースの部分が混ざり合っていて美味しいです。面白いなと思ったのが、ところどころにレーズンと大根のピクルスのようなものがあったこと。レーズンの甘さと果肉感、大根のパリッとした食感がスパイシーなビリヤニのいいアクセントになってくれていて、最後まで食べ飽きずに楽しめました。お店で食べるようなパラッと感は正直期待しない方がいいですが、それ以外のスパイシーなライスとチキンの風味は雰囲気出ていて美味しかったです。はい、続いてが成城石井自家製のシンガポール風汁なしチャーシューワンタンミー。このワンタンミーというのがワンタンが入った汁なしの麺料理で、シンガポールでは定番のメニューです。野菜やチャーシューが乗っているのが定番のようで、その辺もしっかり再現されています。全体的には甘めの醤油味で、別添のチリを足してもそこまで辛くなく、自家製の縮れ麺にこの甘辛ダレがよく絡んでいて、日本人にも馴染み深い味です。メインのワンタンはそこそこ大きいのが全部で2個。干しエビなどの魚介系の風味がするタネで、結構しっかり量が入っていて食べ応え十分。チャーシュー自体は特に際立った味付けがされているわけではないんですが、原材料を見る限りこれも自家製のようで、パサつきもなく美味しかったです。シンガポール風とあると辛いのかなとか、スパイスとか入っているのかなとか、ちょっと身構えがちなんですが、これは日本人の口に合いやすい甘辛味の焼きそばって感じでした。シンガポールビールと合わせたいですね。はい、続いてが成城石井自家製三重県産ほうじ茶のキャラメルラテプリン。先に言っておくとこれも買いな商品です。ぜひメモのご用意を。秋に人気が出そうなキャラメル系のフレーバーをまとわせた和の趣を感じる和洋折衷なスイーツです。まず洋の部分なんですが、中央にこんもりと生クリームが鎮座しています。一応おさらいをしておくと、この生クリームというのが添加物などを一切含まない動物性脂肪のみを使った純生クリームとも呼ばれるもので、雑味がなくとにかくミルクの風味がいいクリームです。保存料なんかも入っていない分日持ちしないので、スーパーのスイーツで使うことは結構ハードル高いんですが、成城石井自家製の
クリーム系のスイーツのほとんどはこの生クリームを使っているんです。その周りにはキャラメルラテ風のプリンのようなクリームの層があるんですが、これがほろ苦で美味。コクはあるんですが甘さが控えめなので、生クリームとのコントラストもいい感じです。その上には薄く削り出されたチョコレートも乗っていて、洋の雰囲気を助長しています。そして下のプリンなんですが、質感ちょっともっちりめで、この部分がほうじ茶風味になっています。鼻から抜ける香りからもうすでにほうじ茶感感じられて、かなりいい風味なんですが、何がいいってこれがまた甘さ控えめなところ。真ん中の生クリームが甘さとコクを出していて、その周りを支えるようにキャラメルクリームのほろ苦さとほうじ茶プリンの甘さ控えめの香ばしさ、おのおのの役割がはっきりしつつも口の中で混ざった時に最高の化学反応が起きています。これは美味しい通り越してかなり完成度の高いスイーツだなって率直に思いました。これでしかも299円、買いです絶対。はい、次が蓬莱本館の餃子。スーパーで買える蓬莱ブランドで、成城石井でも長きにわたって販売している蓬莱本館なんですが、成城石井で箱に入ったタイプの餃子が出ていました。蓬莱本館自体はインターネットなんかでも購入できるんですが、それをスーパー用に加工したもののようです。ただネット販売の餃子と若干原材料が違っているんですが、ほとんど一緒みたいです。細長い見た目の餃子で、中のあんも結構たっぷり入っています。キャベツとニラはポピュラーな材料ですが、玉ねぎが入っているのが少しユニークですね。このおかげで全体的に玉ねぎの甘みが味に出ています。また原材料に豚脂、いわゆるラードが入っているので、豚のコクのある旨味みたいのもあって、これはご飯やビールが進む味です。天ぷらのタレはお酢が効いているさっぱり味、ただ下味がしっかりついているのでタレなしでも十分美味しいです。8個299円は十分お手頃価格と言えるんじゃないでしょうか。大阪の味が恋しい方、一度手に取ってみることをお勧めします。はい、続いても成城石井自家製トリュフ香る全粒粉入り塩バターロールです。全粒粉を使ったバターロールにトリュフの風味をつけたグルメロールパンです。一瞬これ朝なの夜なのいつ食べるのって思ったんですが、最初に言っておくと、これ朝でも夜でも OK です。その理由が、まずトリュフの量が絶妙です。香るけど出しゃばらないので、朝ごはんでも美味しく楽しめます。小麦全粒粉の他にライ麦粉も入っているんですけど、これが入ることでより香ばしさが増して、心なしか皮がパリッと仕上がるんです。なのでこのライ麦と全粒粉の香ばしさ、バターのジュワッと感、そしてトリュフの香りをより楽しむなら、絶対温めた方が美味しいです。焼いてみたんですが、皮とクラム、この中の生地の部分との食感の対比がまずいいですね。外はパリッと、中はふんわりの二面性を感じられて、これだけでいいパン食べている気分にしてくれます。そしてトリュフ以上に存在感を見せていたのがバターの風味。ちょっと前にバタージュワッともっちり塩パンっていう自家製パンがかなり売れたんですが、それを思わせるほどに焼いた後の底がバターでジュワッとしているんです。そのバターの中に出しゃばれない程度にしっかり香るトリュフの風味もあって、なかなか奥深い味に仕上がっています。この味なかなかよそではお目にかかれないでしょう。トリュフブーム去ったかとは思いますが、パンを通じてもう一ブーム来そうです。お見逃しなく。はい、次がオイシックスの梅酒から生まれたしっとりドライフルーツ。これ今回一番感動したアイテムです。新商品というよりかはもうちょっと前から販売されている商品で、あの長野梅酒を作る過程で生まれる梅酒の梅を丁寧に種を抜いてセミドライに仕上げたアップサイクルなフードです。このアップサイクルフードというのが、今までは捨てられていたものに付加価値をつけて新しい商品に加工するものを指す言葉で、アメリカで数年前にトレンドになっていたんですが、今や日本でも聞きなじみのある言葉になってきました。これ手掛けているのが有機野菜などの食材宅配を手掛けるオイシックス。会社としてもフードロスに取り組まれていて、そんな思いから最近ではこういった製品開発まで手掛けていらっしゃいます。中はいかにも副産物っていった感じで、ランダムなサイズの梅が入っています。これ先に言っちゃうんですけど、これ絶対また買います。
私個人的にドストライクの味でした。梅だからなのか分かりませんが、一般的なドライフルーツよりかなりハードな弾力に仕上がっていて、噛み応えも楽しめるんです。そして噛んでいると確かな梅酒の風味がしてきて、このトロンと甘い風味が最高なんです。本当にこれいい味です。甘すぎず、どこかギルトフリーな感じもするので、食べていても罪悪感感じにくいです。これはオリーブグラッセ以来の衝撃かもしれません。これ見てちょっとでも気になった方、ぜひ買ってみてほしいです。はい、続いてが菅江佃煮本舗の甘塩ワカサギ唐揚げ。これも今回の注目商品、結構どこのお店でもいい位置で積んでいるんじゃないでしょうか。ワカサギの名産地秋田県産のものをカラッと揚げて、塩と砂糖で味付けをしためちゃめちゃシンプルな商品なんですが、これがまたとても癖になる味なんです。この菅江佃煮本舗さんというのが、秋田県は八郎潟に工場を構える明治35年創業の老舗の佃煮屋さん。出来上がったものを一括で仕入れて成城石井でパックしている商品かと思われます。ワカサギを二度揚げしているので、カリッというよりサクサク食感で、一匹が小さい分どんどん手が出ちゃいます。唐揚げというか、もうスナック感覚で楽しめちゃうおつまみですね。常温の商品で唐揚げって時間経ったらへなってるイメージあるじゃないですか。ないない、すっごいサクサク。妻スパコは美味しすぎて食べ過ぎたのか、ちょっと気持ち悪くなってました。それほどまでに軽い食感なんですが、油で揚げているのは確かなので、食べ過ぎにはご注意ください。はい、続いてがオリッチのいぶし銀燻製ピスタチオ。燻製ナッツ愛好家の私ですが、売り場でパトランプが鳴ったので家に連行しました。この他にも全部で3種類ほど売り場にはあったんですが、大好きなピスタチオをチョイスです。噛むと徐々に出てくるピスタチオのコクの中に確かな燻製香を感じます。思っていた以上にピスタチオの香りも残っていて美味です。燻製はとにかく強いとパッケージにあるんですが、確かに強いっちゃ強いんですが、もっときついの食べたことある身としては、パッケージの割にはちょっと控えめかなって感じです。ただ燻製すると少なからず熱が入る分、ナッツって柔らかくなりがちなんですが、このナッツはその感じがなかったのがグッドです。湿気を吸わないようちゃんとチャック付きなのも嬉しいポイントです。ビールやウイスキー、スパークリングなんかにはぴったりだと思います。はい、次が成城石井オリジナルのさっぱりきゅうり浅漬け。久々に出てきたオリジナルの漬物です。ぶつ切りにした栃木県産ブルームきゅうりをカツオベースの出汁で漬け込んだ一品ですが、これなんと嬉しい無花鳥仕上げ。無花鳥の漬物、本当に貴重なんです。このブルームきゅうりというのが、暑さや寒さから水分の蒸発を防いだり、老廃物を出したりするときなんかに、きゅうり自身が出す白い粉のことで、昔はこっちの方が主流だったんです。今では見た目の問題もあったりと、ブルームレスきゅうりの方がすっかり主流になったんですが、ブルームの方が単純に味が良かったり、何よりパリッとした食感が違うとも言われています。そんなブルームきゅうりを使ったこの漬物は、浅漬けらしいパリッと食感が特に際立っていて、この辺はブルームの価値感じるんじゃないでしょうか。そこに醤油とカツオだしが適度に染み込んでいる具合が絶妙です。浅漬けといえばやっぱりこのパリッとしたフレッシュな食感が味の決め手だと私は思うんですが、食感やっぱりいいです。これでいて無花鳥というのは、もうこれだけでこの商品買う価値あると思います。はい、続いてが JA フラノの丸ごと人参100。ここの JA フラノが作っているポタージュが絶品なのは過去にお伝えしているんですが、成城石井では北海道産の人参を使ったジュースも販売されています。北海道産の人参 100% 使用していて、砂糖、食塩、着色料が不使用。ただ変色や風味劣化防止のためにビタミン C 代わりのレモンが加えられています。こちらはストレートではなく濃縮した人参を使用しているので、風味的にはそこまで強くないです。質感的にもサラッとしているので、最後まで癖なく楽しめると思います。レモンを加えている分、後味に酸味のようなものはどうしても感じてしまうんですが、反面後味のさっぱりさは際立っています。これはこれで美味しいです。毎日一定量の野菜を摂るのは面倒ですが、こういった
添加物の少ないジュースの力も活用したいですね。はい、今回最後にご紹介するのがロカンダラポスタのイタリア産グリーンアップルジャム。このブランドを作っているアグロアリメンタ社は手間を惜しまないジャムの製造にとても定評があるメーカーさんで、その特徴は基本ペクチンを使用しないジャム作り。多くのジャムに入っているペクチンなどの増粘剤はジャムのとろみをつけるために添加されるんですが、これを使うことで短期間でのジャムの製造が可能になるので大量生産には向いているんですが、ゼリーっぽい独特の食感を嫌う人がいるのも事実です。このメーカーでは生のフルーツをペクチン不使用で作るので、製造にかかる時間はペクチンを使った時と比べると倍以上かかるんですが、その分手作りに近い風味と食感のジャムを味わえるんです。酸味が強いヨーロッパ産の青リンゴを使っていて、甘さはありつつもどこか爽やかさを感じるような味に仕上がっています。長時間煮詰めている分、リンゴの風味が全面に来る感じではないんですが、食感が実にいいです。ゼリーっぽさがない自然なとろみはもちろん、口の中にしばらく浮いてくれるような余韻の長いジャムです。このメーカーのジャムは基本果実と砂糖だけで作られていて、ペクチンはもちろん香料や保存料なども使っていません。添加物気にされる方や、ペクチン不使用の自然なジャムを食べてみたい方、このロカンダラポスタ覚えておいて損はないと思います。はい、いかがでしたでしょうか。これぞといった成城石井側も売り込みを強化しているようなスター的な商品、今回なかったんですが、くせ者揃いというか、なかなかキャラが立った商品が結果的に多かったです。何か気になるものはありましたでしょうか。個人的に推したいのが、ほうじ茶のキャラメルプリンとオイシックスの梅のドライフルーツ。特にオイシックスはびっくりしたので、他のシリーズも含めてリピート決定です。和のカップスイーツも2品とも本当にいい味だったんですが、ほうじ茶プリンはこのシーズン激推ししたいですね。ぜひ店頭でお手に取ってみてください。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品やデパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフーエキスパートでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回こちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。